高井生命、高井生命、高井正,正明、1975年11月2日体は、東京都出身の俳優。血液型は、O 型。特技は、テニス、野球、サッカーなどの球技。アクション、殺人、ダンス、日舞。1992年、須尾正幸監督にスカウトされ、須尾監督の大ヒット映画、四股踏んじゃった。で、 元木正宏の弟役でデビュー。その後、水の中の8月、シャルウィーダンス音名しい,いそれでも僕はやってない、送り人など数多くの話題作、映画、ドラマ、CM、舞台で活躍。特に数々の CM で印象的にキャスティングされ好評を博す。出演作や監督にも恵まれ、ドラマでも幅広く魅力的な役柄が多い。 カリスマな人気を誇る才能ある監督たちに好かれ、人柄の良さやユニークな演技の持ち主。2枚目から3枚目と役の幅も広い。CM、ジャックスカードでのスキンヘッドのお坊さん役からであったり。映画、アナザー XX マトリの女では主演の可愛い助手ながら実は、最後のどンデん返しの中国人マフィアのボス役で、あったという役のギャップまで視聴者を驚かせるほど、 リアルに自然に演じ分けてる。役作りの徹底さから、それぞれの作品の役が同一人物が演じているように見えず、生の舞台をよく知る知人が見ていても、しばらくは本人だと気づかないという。デビューのきっかけは、高校に入学してすぐ、隣の席の女の子があなたの人生を変えるかもしれない。 写真を何枚かちょうだいと宝居の写真を株式会社フロムファーストプロダクション関係者に渡したところから四股踏んじゃった映画制作者にわたり宝居と須尾組主要スタッフと面談その時須尾正幸監督が本人の前ではなんですけど僕のイメージに近いですと元木正宏の弟役にその場で決定そのまま高校一年生の夏休みを使って 映画撮影。翌年の新春堂土商公開時は、若の花、高の花相撲ブームと、奇跡的に重なり確証そうな目の空前の大ヒット作となる。その後、四股踏んじゃった、は大人気作品となり、ファンが多く後々語られる名作となる。後に、高井は、雑誌インタビューで、業界関係者には、シンデレラボーイと言われていたと語っている。映画出演は、 学校の反対もあり、学校まで、須訪正幸監督と、麻井正子プロデューサーが、出演許可を頼みに行ったという。そのため、宝井に芸名をつけようとしたが、映画公開用プログラムに間に合わず、芸名未定の美少年と記されている。その時、竹中直人から何度も、宝井ら方にしろと何度も言われたという。映画界の風習的に、役名。 山本春を芸名にとスタッフの間では盛り上がったが結局のところ映画公開後俳優活動にあたり本人たっての希望から結局芸名はつけず本名で行くことにしたという映画のヒットや本人の活躍により芸能活動を許さなかった学校側や一夏のアルバイトだけだと反対していた両親も次第に応援するようになっていったと後のインタビューで語っていい 映画、四股踏んじゃった、の、スクリーンデビューを機に、主演の本木雅宏や竹中直人の所属する、株式会社フロムファーストプロダクションに所属。20年ほど所属した後、事務所を数回移籍。現在は、株式会社オフィスベアに所属。日本人の海外映画出演機会がほとんどなかった、当時、ピーター・グリーナウェイ監督1996年。 映画、ザピローブックへの重要な役での出演話があったが、出演にはあと一歩至らなかった。CM とオーディションごとに数多く決まり、事務所スタッフも把握しきれないほどの撮影やオファーがあった。当時の事務所デスクは嫌でも仕事が来るとぼやくほど知名度のない俳優が良質な仕事がたくさんできることを誰も理解できなかった。オーディションをすれば、 合格率が高いと、当時の CM キャスティング業界で、宝井生命の名を知らない者がいなかった。イメージの良さからか、大王製紙、イーリスウルトラガードの CM では、生理用品の CM に珍しく、男性としてメインで出演している。近年では、映画や俳優にとって欠かせないアクションにも力を入れ活動中。2013年頃、 日本有数のアクション業界人たちとの縁から本格派アクションもできる俳優として現在稽古に励んでいる。タレントの特芸美希と知り合ってから5ヶ月での電撃スピードコン入籍していたとスポーツ放置新聞が報じた。その後、全ネットニュース各社や紙媒体が後を追って一斉に報じた。映画、ハッピーウェディング2015年は新郎新婦役に 夫婦で出演。結婚お祝いキャスティングされたという美談がある。2015年12月7日付の宝い、誠名オフィシャルサイトにて、離婚報告がされている。石原隆弘監督の劇場公開予定映画、大阪少女、2017年クランクアップ。浜野幸監督の映画、ゆきこさんの足音、2018年夏クランクイン、原作、木村明美。 ゆきこさんの足音、講談社館、第158回、芥川賞候補作品、などの出演や公開が控えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。